そうこうしてるうちに、はい、なんか聞こえてきましたね。なんでしょうね。雨屋さん、咳止め雨屋さんの実演をしてるんですけど、今日はお二人に雨を作っていただこうと思います。あの僕ももう25年ぐらい住んでるんですが、まだこの敷居はまたいでおりますので、いきなり行っていただこうと思います。はい、いやいや、これはでも楽しそう、ね、よろしくお願いします。こんにちは、若大将。よろしくお願いします。はい、お世話になります。はい、弊社松屋総本店は、創業明治初年、まあ、その創業当時からやってるトントンカー。ちょっと待ってくださいね、一旦。そういうことで、はい、はい、はい、弊社、松屋総本店はですね、創業明治初年、今でも150年以上の歴史のある、お店となっております。150年ってすごくない？何の時代？明治時代っておっしゃってたんで。そうです、はい、明治の聞いて。初年。そういうとこある。うん、ちょっとそういうとこあるよね。そうですね。今日実際チャレンジしていただくのは、もうその頃からやってトントコ飴という商品ですね。まず、飴を作るところから、やっていきたいと思いますので、はい、じゃあちょっとぜひやってみたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。失礼します。失礼します。なんかこう、ね、工場になってます、実際こちらでこの衣装の方を用意しましたので、エプロンと判定を用意させていただきました。こちらにつけていただきます。汚れないように、ね、かわいい。松屋総本店、着物着させてもらったと思ったら、素敵素敵。はなちゃんやって待って、あもうやり方やって、あやってくれはるでしょ、やってやって。いけます。おかみ、松屋総本店すごい。おかみやらしてもろてます、もろてますか。稲川紅どす。あ、すごい。おかみやらしてもろっております。はい、じゃあ今度は製造場に入るので、ちょっと衛生面考えて帽子をかぶっていただけないですか。大丈夫ですか。はい、ということで、おかみどす言うて、ちょっと機嫌ようやらしてもろってたんですけども、急にあの、あれですかね、パートに、パートの方に、格下げですかね、格下げに、おかみから。ちょっとあの、同じ作業をずっとやるなあかん感じに。はい、なりましたけど、こういう感じで今日はやらせてもらう感じですか、ね、はい、ぜひよろしくお願いします。わかりました、はい、じゃ あの早速やっていきたいと思います。はい、お願いします。あんたも大変おもろい。ちょっと笑って狭くなってるんですけど、どうぞ。失礼します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、飴を煮詰める作業をやってる場所になりますね、はい、新潟県産のお米から作った米飴という水飴を主原料になる商品になりますので、松屋特注って書いてあるように、世界で弊社でしか手に入らない水飴になります。いや楽しそう。うわ、おー、ドロドロ。ちょっとあの皆さんが普段よく目にする水飴とは違って、最初から茶色と申しますか、色がついている。もうこの中にお砂糖入ってるんじゃなくて、はい、まあ、この砂糖がない状態だと甘くないんですか。そうです、甘みはだいぶ少ないです、このままだと。甘いは甘いんですけど、味に深みがない。あ、すごいすごい、ちょっとすごい、気持ちよさそう。あれはあの洗濯機ずっと眺めてる時ぐらいの快感や。なんかもしよかったらこれやってみます。どうぞ。これだったらこれはやりたいわ。結構重たい。そうなんですよ、なんかこれすごいストレス発散になる。気持ちいい。で、なんかちょっと硬くなってきますね、重い。そうですね、ちょっと重みがあると思います。火かけたらこれこうなるんだ。これから煮詰めるんですけど、煮詰めるのに時間がそれで15分ぐらい。仕上がったのがこちらでございます。そうです。うわー、なんか怖いな。もうこの時点でだいたい120度ぐらいまで煮詰まってます。だいたい煮詰まってる具合を見るのに素手で確認。はい、あ、丸まり具合というか、今職人の技がすごい。暑いやろ。暑いです。暑いですよね。こんな顔してるけど暑い。どうしてもやりたいことがあるらしいんで、皆さんこれをあいつに食わせてやろうかってかなが言ってたの。どうしてもやりたかったね。これ冷却板なんですけども、この中を水が循環してるんですよ。そこに120度130度ぐらいまで煮詰まった飴を乗せて、今度冷やしていきます。これはすごいですね。
うわぁ、力持ち。ありがとうございます。よいしょ。これを今度ひっくり返しながら裏と表をできるだけ入れ替えるような作業をやってます。へぇー、めっちゃ気持ちいいね。うわぁ、よくこういうあるよな、こういう動画、ちょっと癒し動画みたいなので、うん、もう一生見てられる、こういうの。冷却板に当たってるところは冷えて、当たってないところは冷えてないの、こういう。すごい、あ、すごい。ちょっともののけ姫感もない。どういうこと、こう、あの、そう、お前首飛ばされた後に、あそっちか、あなんか森をこう、しがみが、あれ、デイダラボッチ、デイダラボッチがなんかあの、森をこう飲み込んでいくシーンやろ、私の好きなやつが、そう、癒し系デイダラボッチ。首返さなかった。そう。何やっけ。これ効果。返しします。やめと。なんかこういう職人さんってさ、うん、仕事してる時が一番なんかかっこよくない。まあまあまあ。その決められた作業をさ、極めていく男の姿みたいな。飴作りを極められて何年ですか、今年で。17年です。ああ、もうかなりの、かなりの、手だれで。手だれ。デイダラボッチを沈める時が、やってきたから。わあ、はい、かなり沈まってきてますね。沈まってきてるね。いや、すごいよ、これ。重い。会社の肩もんで。そうです。あ、もう、これなことならへんかと思った。ちょっとそんなことやってみよう。ちょっとだけ。でもこの手袋そんな、そんな偉そうに言うやったら一回やってみたらいいよ。はい、沈められるかな。じゃあ使わなくてもいいかもしれないですね。手袋、はい、奥の方に、奥の方に。おー、いいですね、いいですね。さすが。これ13年目ぐらい。おかみ、長いことやらせてもらってます。まあ、大体こうなるよな、なんか彼女やら。大体やっぱりちょっとこの子センスあります？できてましたね。ありがとうございます。できました。背中を見て覚えました。あの短時間で、はい、習得させてもらいます。できるから。すごい。いや今ね、空中で練り機、今あの練り機がね、もう意気揚々と回り始めて、二人がうわーって言ったところ、すごいリアクションをしてた。ふって白熊氏見たらそういうとこあるよねーって、とこあるんで、ちょっともう一回お願いします。何回見てもちょっによって、中に空気を含む。
ちゃ長そうですよね。こういうのあるの。あ、分かった。なんやろって思ってたんけど、うん、あの練り消しのさ、練り消しをなんかふって切れた時にさ、ふわってなる、ふわってなるあれよ。わかります、あの練り消しをさ、ふってやったらふわってとか、今時練り消しってあるの？あるかな、わからん。ほら、お餅みたい。かわいい。かわいいね。かわいい。はい、かわいい。いつもと違います。かわいいね。出来上がり。わー、すごい。今これを出来上がり。ピザ取り分けて、実際に切っていきたいと思います。はい。伸びてもうて。かわいい。ツルツルやばい、ここ。やばい、ほら。ツルツル。はい、ということで、やっとここまで長かったね。えらい長かったですね。そうですね、はい、雨切らさせてもらうまでにだいぶありましたけども、はい、楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございます、はい、その間に大将はなんかすごい、はい、あ、気がさせてもらいました。大将感出してね、はい、よくお似合いで、あ、ありがとうございます。素敵です。これがあの弊社の雨切りをする時の清掃になりますので、はい、じゃあ切っていきたい、はい、はい、お願いします。雨がないそうです。雨がない雨待ちです。雨屋さんやります。一応私たち、普段雨切りを教わる時っていうのは、はい、まず音から入るんですよ、うん、はい、雨を切らせてもらえるのはもう音ができる一人前になってからっていうのが通常なので、まず今日、うん、音をみんなで合わせていきたいなと、はい、いきなりセッションですか、はい、ルールはもう一つだけなんですよ、はい、2人が、まあ、今3人になりますけども、まあ、私とお二方っていうような見方をしていただいて、必ずトン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 と、はい、音が重ならないようにすること、はい、それだけがルールなんです、はい、あとはもうすべてアレンジ、それぞれのアレンジになるので、これ間違えたらちょっとミュージシャンとしては死活問題。センス問われるね、ミュージシャンです。センス問われる。ハードル上げます。まずお二人が一緒にトントンってやっていただきたい。私その裏に入りますので、はい、あの二人つられないように。はい、はい、じゃあ三人でまず一緒にトン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 ってやりましょう。はい。いきますね。じゃあ。え？まず一緒にやりましょう。3人同時に裏って言ってんやったら、すいません、まず3人まず一緒にやって、途中で私が裏取ります。あ、わかりました、はい、話聞こう。すいませんね、話聞こう。もういきますよ。もうお二人はこのまま、はい、これリズム感悪いってなるわ。じゃあここちょっと助っ人じゃないですけど、もう一人うちの職人入りますので、はい、お二方と同じ方法でどんどん叩いていくので、はい、一緒にやったらいいですね。そうですね、はい、3人同時にいきます。ちなみに、じゃあ私たちだけでやってみますか、一回。あ、じゃあ、本ちゃんのちょっと。一緒に作っていった飴なんですけど、はいはい、こんなグーンと伸びます。あ、すごい。ずっとやっぱ伸びるので、縁起物として命を伸ばすとか、で飴を切って薬を切るとかって言われるような飴になります。ちょっと触ってみてもいいですか。あ、どうぞどうぞ。もちろん先ほど作っていた柔らかくて、柔らかい、気持ちいい、気持ちいい。癒される。それじゃあこの包丁って言っても、これ飴切り専用の包丁なので、実際刃はほとんどついてないんですよ。へえ。なんか私ベニちゃんがほんまに指切り落とすんじゃないかって言うんだけど、マもやるから、マもやる。心配で三味線引けへんよ。一応今まで何十人もこうチャレンジしてますけど、そういった方いらっしゃるんで、よかった。まああの一号にならないように、そうです、前列作らないように、はい、頑張ります、はい、この包丁は前後に動かすんではなくて、押して、押して、切り離すときに上下に動かすだけなんですよ。
こんな難しいことやってるとか、もうリズム刻む余裕ないよ。ない。なので私たちはこれをリズム刻みながら、飴を切りながらという形でやってますので。うわ、トントン。左手もう少し離してみます。そこで、そうそうですね、そうですね、そんな感じです。私こうだよ。はい。ここでギュッと押さえて、ああなるほど。はい。こう伸ばして、伸ばさなくていい。伸ばさなくていい。伸ばさなくていい。あれ伸ばす工程なかった。全然人の話。伸ばす工程なかった。なんか言おうとすんの。何もう何やらしてもこうやし、もう嫌だ。そうですね、お上手ですね。ギューッと押さえて、そうですそうですそうです。あ、分かってきたかも。ギューッと押さえたら、そうです。あ、押さえて、で、期待裏切らんなよ。相変わらず。よし。ね、フォルムがめちゃくちゃ綺麗。綺麗ですか？綺麗やってこれ。優しいなみんな。優しいなみんなな。これ二人持って。これサムネ。サムネ。もう予定調和に終わらない感じです。はい、はい、いいね、かわいいね。はい、かわいいよ。じゃあ私たちで音をどんとこどんとこやってるので、お二人その音の間でこう切って。ああ、そうしましょう。私だけ雨なくてもいい？むしろ叩く側でいきます。じゃあいきますよ。はい。別でやってみますか。はい。カナタと一緒。違う。こう。右左。こっち？こっち。はい、あ、わかりました。はい。はい、じゃあそちら二人でじゃあ同じでやってください。それ私たち裏に入っていく。じゃあ私対象に合わせます、ね。はい。そうですね。はい。はい、せーの。ちょっと待ってください。向こうに合わせるってなんで。誰が？誰が？じゃあ逆にしますか。じゃあ私たちが先やってるので、あ、わかりました。はい、いきます。じゃあ。切りながらやってるんですもん、あれ。な、で、な、ないならできるわ。うん、お強気がいきなり。もう、半分無意識になってやってる時もあります。もうお正月の、別のこと考えてる、ね。そうですね。お正月の忙しい時なんかはもう、寝れないので、あんまり。もう、ぼーっとしちゃう時もたまに。へー。それでも、音だけは絶対出してる。すごい。職人技ですね。
そら犬も泣きますわワンワン言うて、うん、いやじゃあちょっと貴重な体験をさせていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。